はいひとつきます、清水ですいやー。シリコンバレー銀行がです、ね、破綻したと思ったらなんとですね、シグネチャー銀行も破綻したとんでもない事態になりましたねいやーもうちょっとね早いで,ですね,っすねヤフーのですね、ニュースランキングで見たときにです、ね、その時に一番話題になっていたのはですね、w p c の話題でした w p c 野球です。日本は野球で大盛り上がり。あれなあ、盛り上がり方がつまらないんだよね。<laughs> いや、ていうか、あの、なんかあの、日本の観客に感動しましたみたいなけのわかんない記事だけがさ、破 <laughs> ってばくつってさ、おい、何見てねんみたいな。で、そしてですね、皆さん本の、本てで、あの、サムネにですね、<laughs> なんで見ろって言ってんのっていうふうに、あの、<laughs> <laughs> どういうことどういうことなんで三浦瑠麗のアメリカのあの銀行の破綻とあのな,なんか関係あるのっていうふうにあの思うかもしれませんが、えー、本日のサムネにはですね三浦地検と山猫銀行で三浦瑠麗さんがですねあの代表取締役を務められているのは山猫総合研究所なんですよねサムネにですね信用を失うと真っ逆さまというふうに書いてあるんですね。ね これどういうことなのかというとですね、まあ本日安みさんがね、一人動画でガチ真実シリーズというのを撮ってくれたんですけども、えー、ここで細かくは喋りますけども、通貨というのはですね、基本的にみんなが信用してるから OK なんですよ。ね。 なので、あのそのそ信用しているっていうことをです、ね、保つ必要があるんですよね、でそうするとですね岸田さんとかねまあ、松野官房長官が言ってたんですけど、アメリカの、えー、連鎖的な銀行の破綻は日本に重大な影響を与える可能性は極めて低いみたいなことを言ってたんで、やからも安心だと思えばですね大丈夫です、日本円大丈夫ですよ。<laughs> どうでですすすか大大丈丈夫夫皆皆さささんんが安心します落ちてさえいれば いれば大丈夫なんですよね。で、あのこれすごくあの三浦ルリさんの件でね、すごく思うのは彼女はすごい巨像を作ってましたよね。ものすごい巨像を演出してましたよね。でもそれは巨像じゃなかったんですよ。巨像じゃなかったんです。みんなが 瑠麗さんってセレブでお金持ってて国際政治学者でコメンテーターで絶望鋭くって素晴らしい人なんだなんか知らんけどすごい政治家ともつながりにあるすごい人なんだーっていう虚像がバレたっていうふうに思ってるかもしれないでしょ虚像じゃないんですよみんなが思ってる時はそれ実像なんですよそれが事実それしか事実ゃないんだよねでそうですどんなに素晴らしい人でも そうですどんなに、ね、お金があっても誰もそう思ってなかったらですね、それはそれ意味がないんだよね、うん、そうです。であのこれ通貨も一緒でねあのこれ安富さんのね「あのガチ真実」シリーズの方で、えー、と入っているあの語っていることでもあるんですけども19時公開するんで見てほしいんですがあの、まあ、みんなが安心して落ち着いていればこの状況は大丈夫なんだ。 っていう,ふうに投資銀行の社長が顧客に対して向けているメッセージをブルームバーグが紹介したって安富さん言ってたじゃないですか。ねあれ <laughs> さ、もっと露骨な記事があって、ウォール・スイートな,なんかにあ,あのあって、あのベンチャー、えっとね、ちょっと誰やったかまわはちょっと今、どう忘れしちゃったんですけど、まあす,ごいす,ごいすごい金融関係の人がですね、今回の取り付け騒ぎは SNS の取り付け騒ぎなんだと、シリコンバレー銀行ね。取り付け騒ぎで。うん でこれねあの最初にねおかしいやばいぞとかっていう風に言ったやつらが犯人なんだという風に言ってるんですよで例え話が面白くってねあのどういうことかっていうと誰も火が出てない映画燃えていない映画館でこの映画館は火事だーっていう,うにこうに叫んでみんながねああやばいって思ってで火事なの怖いって言ってしゃがんでる状態で1人映画館から逃げ出してお前ら楽しいのかっていう風に批判してたんですよね。 要するに、シリコンバレー銀行っていうのは、確かにあの破綻、しかかってあのいたのかどうかっていうと、でもいろいろ豊作してたんですよ、増資したり、公募したり、資産したりとか。最終的には合併を目指してみたいね。いろいろやっていたのに、やばい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 よっていうふうに言ったような、愚かなやつがいたせいで、安定しているはずの銀行が潰れたんだという金融関係者の意見があったんですよ。私、この人の意見を見てですね、いや、違うぞ、それはというふうに思って。 あのいやそうじゃなくて、みんなが安心だって思えなくなったものは、通貨として崩壊する、それはどれだけ巨大な銀行であったりしても、ですねそうなるんだというふうにこう言ってて、うん、でそれをですね、あのー、ねなんでミューラル・リト絡めて言ってるのかっていうと、昔、山猫銀行って本当にあったんだよ、ちなみに。知ってる、山猫銀行って、皆さん。ワールドキャットバンクで。はいワールドキャットバンクってやつが、実際あったんですよ。でこれはうん、うん あの山猫銀行っていうのはあの昔アメリカでね許認可がなかったんですよね通貨発行に関してどこでもかんでも勝手に紙幣をばらまくことができてで、えー、そうするとですね法律とかで守られていないし規制とかもないからあそこの紙幣やばくな、ね、いって言ったらすぐドーンって信用破綻するっていうのがこれ山猫銀行ワイルドキャットバンクというふうにこう言われているものなんだけども同じようになんかあの今はね 虚、えー、像と言われている例えば人気とかも含めてですね何、まあ、かで成功しようと思ったらそういう虚像をわーって作り上げてでそしてそれがうまくいってる最中はうまくいくで、えー、通貨も同じでそういう虚像のようなものに信用に支えられているものはいいんだけどもあっという間にバーンってだって皆さんシリコンバレー銀行とあのあれですよシグネチャー銀行を足したら。 三井住友信託金庫とか理想のね金庫と同じぐらいのサイズですよ。皆さんの街の京都銀行でも、琵琶湖銀行でも、滋賀銀行でも、あの静岡銀行でも、千葉銀行でも、何でも皆さんの地銀が潰れてください。4つぐらい。お世話になるでしょ。それぐらいのことが今起きてるんですよ。あ,あっという間に潰れちゃうもんなんですよ。銀行とか通貨っていうのは。それと三浦さんのね、なんかこの、 作られた巨像がファー、まあ、つき、まあ、巨像っつうのはな,な,んだなんだろうな作,作り上げられたものがあっという間にパッと消える様でしかも三浦瑠里さん山猫総合研究所あこれはもう三浦事件と山猫総合研究所の山猫銀行っていうのでサムネ作らーって思ってサムネ取ってから喋る内容を決めようっていうふうに言ったっていうそういう話なんですよでも本当にねすごいなんかあっという間に作られてはあの生まれては 潰れるっていうこれはまあ安富さんの貨幣の複雑性とかねあとは経済学の船出の中の生成シミュレーションとかでも語られてることですけど本当に面白いなって思いますよポジティブヒードバックってやつは怖いね、うん、本当にすごい怖い力ですよね、うん、いやしかしなとりあえず松野官房長官大丈夫って言ってたよ 大丈夫です、言うよ、それ。正確にちょっとコメントをあの読んでおくとですね SVB、えー、s,、えー、<S v SV SV、これねあのシリコンバレーバンクの経営破綻、ね、松野官房長官、国内に重大な影響を及ぼす可能性は高くないっていうふうに言ってるんですよ。これ、でもさ、ちょっと八いたんで。<laughs> これ、いっ <laughs> だいぶビビっとんな、こいつって思いましたよ。<laughs> いいですか皆さんもう一回言いますよ、国内に重大な影響を及ぼす可能性は高くないだいぶなんか、何に何枚これ、決まってるのっていうぐらいの言い方で <laughs> 本当に影響がなかったら国内への影響は限定的だとか国内に影響はないって言えばいいんですよ、でもそれをですね、ここ、ここ、ここ,こ,こで国内重大な影響を及ぼすか。かか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  可能性は高くないです。高くないですってなんだよって。重大な影響ね。重大な影響。ちょっとした影響はあるかもしれないけど。重大な影響。<laughs> 影響が起きる可能性は高くない。 はないですいんあ,ある,んだね <laughs> あるんでねよこれ一言で言うと <laughs> えなんとですね国内に重大な影響を及ぼす可能性があるんですよこれは。<laughs> あるということですね明確にそう言ってますねいやこれさ、うん、実際問題結構やばいやばいっすよでねでもねあの。 ちょっとやばさのランクが1段階上がったなという感じが私いやあの、うん、まあ、ちょっとね、こんなのだから、指数関数関で来るからねあのー、これ、ねうん、バイバイゲームででかくなっていきますからね、こうパニックってやつはこのね、あのー、すごい恐ろしいなっていうふうに思ったのが、ウ、え、ォ、ー、ール・ストリート・ジャーナルあるじゃないですか、ウォール・ストリート・ジャーナルにですね、うん、こんな記事が載ってるんですね。 そうシリコンバレーバンク破綻、日本,のええ日本への影響は限定的かっていうふうに書いてるんですよ。でですねあの、どういうふうに言ってるかっていうとですね、ね米国債の保有高で世界首位だが預金者の多様性で構造が安定してるんだと、日本の銀行は。んじゃあ捨てるけどさ。で、えー、日本の銀行はですね、外国債をね、 あの持っている保有率というのは、まあ、確かにたくさんた持っているたくさん持っているかもしれないけどもあの割合で見れば大丈夫なんだとそんなに多くない、ね、国内金融機関の総資産のうち外国証券残高が占める割合は4.4%に過ぎないんだっていうふうに言ってるんですよ。ね、でじゃあなんであのシリコンバレーの,、ね、あの銀行がです、ね、破綻したかっていうとアメリカの FRB の利上げによって ね、持っていた債券価格が下落してしまったんで破綻したんですなんですよ。だけど<え>、ね、日本はアメリカの外国証券とか、ね、債券の保有残高っていうのは4.4%に過ぎないから大丈夫。でこれ見てさ「ちょっと待って,て」って日本国債持ってるんですけどっていう。あのでしかも日本国債がですね今黒田さんが辞めて上田さんになって。 なったら、いや、あのー、正直シリコンバレー銀行どころではないレベルの破綻が起きるんですけどということについてはです、ね、これ全く触れてないんですよ。これ、なななんでわざとなのや,やばくないアメリカは、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルはですね、えっと、一応、アメリカで経済といえばウォール・ストリート・ジャーナルという日経新聞の1万倍ぐらいすごい新聞が日本は大丈夫だって思いたいんだって思ったんですよ、うん、私、これ見て。 オールストリートーなのかねオーじルんてかまあアメリカの金融機関の願望じゃないであそうだろうなそう,、うん、そうだろうなだって日本日本がこけたらと、うん、メモ当てられんわないやメモ当てられんしじゃあどこに行けばいいのっていう <laughs> <laughs> こっちに、まあ、そらそうだよね、うん、この日本のこの火薬庫に火がついたらもう、うん、あもう知らんみたいな感じになりますよねはいだから うんそうであるかとかと日本が一番やばいからね日本よどっちかというとやばいの日本だよあの金利がほんのずかでも上がるだけで日本銀行が飛ぶかもしれないっていうえっとだって FRB5% ぐらいまで上げてるでしょ今日本で0.25か0.5%の間にうにょうにょしてるんですけどあの5%なんかに行ったら国内の金融機関ほとんど崩壊するよやばいよ5%なんかでお,お話になりませんよ <laughs> でシリコンバレーバンクが破綻したのは集まりすぎた預金がね、まあ、3年間で3.8倍に膨らんだとで、1月元気なところがなかったんで、えー、あの米国債とか、あと,、えー、と不動産担保証券ローンとかに、えー、固定で10年とか預けてたらあの、ドカンと金利が上がったんで下がりあの、一気に破綻したという話なんですけど、えー、日本の銀行、日本国債たくさん持ってるけどっていう。いそのの日本国債の金利が ほんのわずかでも、ほんのわずかでも上がってしまうだけで。あの生命保険とですねあの銀行機で500兆円ぐらい持ってるんですよ。500兆円ですからね。えっとこれ5、5%になったら、25兆円の利払いが毎年発生するんですよ。これ無理やって、これ。っていうこととかは。 あの私はシリコンバレー銀行の破綻とかを見ては、日本やべえなっていうふうに思ったんだけど、ウォール・ストリート・ジャーナルがなぜかっ日本は大丈夫とかって書いてあやこれは多分、それ日本は、うん、<coughs> それ日本は国債がこんなにあって、その国債の額面金利がですね、うん、めちゃくちゃ低くて、うん、でそれがほんのわずか上がって1、1%がなるだけで、うん、あの日本銀行が。うん えっと資産に巨大な欠損が発生するんですとか書いたらさおろしのジャーナルにそれが引き金になる恐れがありますよねそうですね<の>うんやっぱりちょっと怖いんだと思うよで,でそんなお前引き金引いたやろって言われたくないもんねいやーそりゃあそうやでなんかすごいってことは、うん、まあ簡単に言うと あの高市早苗さんとか三浦瑠麗さんのことを擁護する人っていまだにいるんですよ。いまだに。いっぱいいるんですよ。でそれはそういう人であってほしいっていう願望がまああるわけじゃないですか。ね。でこれ,これが一気にガタンって崩れると時とあの日本円とか、まあ、銀行の信用がガタンって崩れる理論的には。 規模とか減少は違うけども理論的には同じ理屈で発生するわけですよ。で、ますね、アメリカが冷静で,、ねでえーっと、このシリコンバレー銀行とシグネチャー銀行に対して冷静に対応してます。日本ちゃんと押せなあかんでっていうふうに言ってる状況、これだったら、これだったら私はうんどうしたらいいかなっていうふうにあのちゃんと考えたら乗り切れる自信があったんですよ。だけど、うん、今回シリコンバレー銀行と シグネチャー銀行が破綻して、いや利上げはね、ちょっとかまだね、やめる気はないんだけど、預金はね、なんで預金は全額保護しちゃうとかって言って、<laughs> えーっていうよ、なん,かえそれなんかちょっとおかしくねっていうことをやったあげくウォールトス・チュラルに日本は大丈夫だーとかって言い出して、うん、あっ、なるほどと、<あ>アメリカもまあまあもうあかんようになってきてるから、願望優先で現実が見れてなくて、それを日本に押し付けてきている。 うん、確かに、その、なんか、あの、コロピーちゃんの時も、なんか、途中から急に楽観的になりましたもん、ね。はい。そりゃ、ね、松野官房長官、わ、国難に重大な影響を及ぼすか、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 可能性は低くないです。あ、高くないですっていう。<laughs> <laughs> そうなる。な、これ。なるわな、そらというわけで、えー、皆さん。はい。三浦瑠麗さんがあっという間に転落したかのようにですね。うん。うちらの経済。結構やばいところに来てますよ、今。 ちょっとだからもうそれは皆さんが落ち着いているかどうかにか皆さんが、世界中の皆さんが落ち着いてる。世界中の皆さんがコロピーちゃんのことをね、大丈夫、終わったことだ重い、かつあのウクライナ危機が大丈夫、大丈夫、大丈夫というふうに重い、日本経済は永遠に不滅ですというふうに思い。 まあなぜ菅義偉前総理大臣も月刊離れにです、ね、日本は世界一可能性に満ち溢れた国だというふうに言ってますから安心だと思っていれば安心なんですけどどうですか、安心ですかな <laughs> <ど> <laughs> 安心かな安心,だ安心かなちょっと安村さん、リアルに私今回のウォール・ストリート・ジャーナル

あの日本円信用してるんですよ。うんうん、でこれなんでかって言うとこれ例えば日本円が紙くずになったりしましょう。でも一割を別のもので預けておけばいくらでも再起できるさって思ってたんですよね。でもその紙くずになる可能性っていうのはななななんかだ, <laughs> だいだいだいだって思ったけどうん <laughs> ちょっと比率三割ぐらい。 使いここの通貨もちょっと怖いわ怖いよねそうだったのね連鎖でねどうよってことはやっぱ玄米かな真空パックの玄米 <laughs> でももう俺2 5 0キロ玄米買っちゃったからな今ちょっとどうもうこれこれ以上無理やしなってなるといやちゅうわけであのー、今回のねシリコンバレー銀行シグネチャー銀行っていうのは 三浦瑠麗さんとか高市早苗さんが一気にひゅって落ちるかのと同じぐらいの勢いで落ちてであ大丈夫あれまだ問題ないからっていうふうに思ってる人ほとんど日本円とかドルも同じぐらいの感じで乗っかってるっていうことを気づいた方がいいよこれう,ーんうん大丈夫かよおいこれ怖いねちょっとポートフォリオ見直した方がいいで安海さんもそうか <laughs> どうしたらいいですか借金を増やしたらいいですか借金を うんとそうね、不動産も一つありだと思いますよ。な今 <laughs> から、<laughs> そうね。えっと,、えー、と、借金って、とりあえず借金したいんですっていうふうに言っても、お金貸してくれませんから、銀行貸してくれないから、から借金して不動産を買うっていう手があるけど、不動産がさ、うん、これ、普通の場合はインフレーションの場合は上がるじゃないですか、一瞬、うん。でもね、スタグフレーションになると、不動産も下がっちゃうんですよね。うんうん そうねんだからもう純粋にインフレーションに強いっていえばもうそれも金ですよそうねうんんかそう現物金9000超えました,ました高すぎるもうね <laughs> いやもっとだからこれ9万円とかになるかもしれないってことに、ね、なるかもしれないこの企業だとね、うん、でもパニック起きればなりますねうん、うん、であれまあ安いから、うん その銀っていうのは安安どんどん下がっていくんですよね。つまり銅を取ると銀がで出ちゃうんで、うん、副産物としてどんどん増えていくっていう性質があってです、ねうん、だから銀が安くなる傾向からみんな手出さないんだけどこういうパニックの時にはひょっとしたらそういうそのいわゆる鉱物鉄とかさうん、うん、そういうのも上がるんでしょうね。 ど微妙なところだと思いますよ。金利上がっちゃったら不動産下がっちゃうもんね。うん、うん。金利が上がりながらインフレになるでしょ。いやまあそうか。金利が上がる。うんでも,でもまあそれでもやっぱり不動産うん、うん、お金借りて不動産買ってる分には明らかにその借り入れの方の。 が固定であれば大丈夫ですね。固定じゃないとダメですよ、固定金利よ変動で借りたらえらいことになる。でもね、これ多分世界の金融機関のちゃんと分かってる人結構ビビってるよ。あ CEO の僕が通貨とかもそうだし、であの三浦さんの件でも分かるけども、崩れるときってあっという間ですからね。それと同じものだって本当に分かってる人は。 あの理解してるんでですよでそれで黒田さんがなんて言っているか、この件に関して。ね十五、えー、言うとはあるですかすよちゃんと、今日のまさに衆院財務金融委員会で、ね、アメリカのシリコンバレーバンクの破綻をぐって、アメリカ当局が預金の全額補助などに必要な対応を講じ、かなり安堵した感じがある。 かなり、だから、黒田さんは、ビビってたよ。俺もうちょっとでやめるのに、ちょっと待ってって言うと、すごいびっくりしたわけよ。で、それに対して、ああ、よかった。とりあえずごまかしてくれたわー。とりあえず、俺がやめるまではなんとかなりそうやわー。っていう程度の安堵感だと思います、これは。で、さらに、非常に正確に言って表現してますうそうそうそう。面白っ。 でえー、さらに黒田さんは、感度を高くよく見ていく必要がある、警戒を怠らないようにしないといけない。お何しろね、あのヨーロッパですごい左がずーっとあってさ、<laughs> ドイツ銀行とかだ、<laughs> いろいろあるよ、本当に。でしょう、あのティーマンショックの時飛んでいればよかったのにさ、うん、飛ばなかったんだよね。で、それで飛ぶぞ、飛ぶぞって3年に1回言っていくらいってさ。うんうん た、ね、れ解決したんかって言って捨知ってるはずがないよね。というわけでですね、あのうん、信用っていうのは、積み上がるといきなりぱッ積み上がった、なんか絶頂の時に急に消えるじゃないですか、安倍晋三さんもそうだし、三浦瑠麗さんだって、ある意味絶頂、高市さんだって絶頂ですよ、<laughs> 大臣まで上り詰めてるわけですからね。ででもう異にえっていうことでバン それは私たちの持っている通貨も同じような信用と仕組みで動いているんだよっていうことをですね、あの、今日ね、安富さんがあの19時からの動画で公開しますので、ぜひ見てほしいなというふうに思います。で、そしてこれをね、より詳しく知りたい人はですね、複雑さを生きるとか、経済学の不慣れとか、安富さんの著書を読むことによって、これからのね、時代を生き残るための本当の知識っていうのは手に入ると思いますねぜひ買ってほしいし、買い方は YouTube 説明欄に書いてありますから、 ぜひ見てほしいなと思います。今日もドックしよチャンネル登録といいねよろしく。それでは。